いやーでもね、まあ、もうここにね、あのー、今日ね、日本の高校生のネガティブ思考っていうのは、ねうん、こうあるわけね、<ー>それで外国と比べてて、自分はダメ人間なんて思うね、ね、うん、そのアンケートの1つだけね、自分はダメだと思うかっていうとこが、自分はあのダメだダメ人間だと思うことがありますかっていうのの回答に、とてもそう思う。 まあまあそう思うの合計が日本の高校生では72.5%の3近くですねの若者が自分はだめまあ本当にだめまあまあだめとこう思ってるてこれは東京新聞の記事なんですけど、うんうん、中国韓国、うん、アメリカとの比較があるんですけど、うん、やっぱり自分がだめだと思ってる高校生の割合は日本がントツに高いですね、うんうん、でもね。 これね俺思うんだけどさこの調査なってちょっと思うとかそれなぜかっていうとね今さ「蔵玉の亭主」の話題が出たじゃんで蔵玉の亭主にだよ「君はダメ人間だと思うか?」って質問をしたとするよね言わないダメって言わないだろでしょ俺はじゃないだろだから ああのまあ、この統計はどうなんかこう心理的なものかもしれないけどまあ俺の友達でもう本当にバカなやつたくさんいるのね、うん、でこのバカって言うとみんな俺はバカじゃないってみんなバ,バカじゃないってこ答えるねででクラークタワー選手もだめ <laughs> <laughs> かおえって聞いたらだめじゃないだめじゃないって言います全然だめじ,じゃないって言います言うでしょ、はい、ねだから その価値観ですち,ょちょっとお面白くないじゃあ逆にうんまあまあ中要ぐらいかなダメなところも結構あり、うん、まあダメじゃないところもありああっていう感じああまああの、まあ、変ちょっともう少し話変なんですよね、はい、俺たちの間俺たちの年齢でねでダメってね もううほとんど褒め言葉あそうですかダメだなお前」っていうのは、うん、変な話の中、うん、もう女房に逃げられてね二度目の女房に逃げられて、まあ、それであのー、まだ懲りないでキャバクラで若い姉ちゃん口説いてて「お前ほん当にダメだけどそのダメだなこいつには半分こう羨ましさもこう まともってさ、<ー>なんかしんどいんだよ。そうですね。しんどい、あんまり楽しくない。そうなんだよ。うん、だいたいさ、バカのケツ拭いて歩いてるみたいなとある。ああ、それうち、<laughs> うちです。私です。いつもそれ自分で思ってる。なんか、いつも私。うん。なんかね。そ<う>だからね、まあ、まあ、それ、だから、本当は俺たちの世界の、俺たちの世代の人間にね、あなただめ。 と思うすごくダメと思うかっていうね質問をしてほしいよ<ー>俺たちの60代、ね、の人たちにそういうアンケートをつってそしたらねあのー、みんなみんな,ダメなんだよみんなダメなんだけど多分答えはダメじゃないんだよダメじゃないって言いますか自分で <laughs> 俺だってダメだけど聞かれたらダメじゃないって答えるよだってああそっかダメだけどね <laughs> <laughs> だギャこのさなんかそう心理的なものもさあってこうアメリカなんかも失礼な言い方だけどだめと思ってないわけよ。そうだ言ってみれば倉田真亭主みたいなものなんだろうないかわかんないけど全然だめじゃないと思ってますからね。うんうんうん ジェットコースター怖くないみたいな。両手離せるぞ、俺みたいな。全然ダメじゃないって言ってるけど、ダメじゃん。もう見て見てたら。<laughs> 両手離してジェットコースターから威張って降りてくるやつはもうダメ。<laughs> ダメだろうこう。なんか感じとして。 なんかね、そういうの感じるんだけどな。確かにな、まともなほど、ね。く、まあうん、まあね、まともなほどネガティブになって。うん、まあ、日本の状況としてね。まあ、このアンケートを疑うわけじゃないけども。なんかこう、コミュニケーションが少なかったりね。うん、遊ぶときは一人だったり。ね、うん、それから、さ。あの、自分を判断するのが、材料が。勉強。ぐらいしかなかったり。うん、と、なんかこう。ね。 例えばあの宴会の時はお前に頼むよみたいな大人 <laughs> お前が宴会の時行ってくれるて普段のな会社の仕事ダメなんだけど <laughs> こういう時いいなって言うてい,いるじゃないでそういうのをさそうですねなんか知らないけど、うん、まああのー。 空が晴れたからみんなね、うん、晴れた日は今日かじわ寄ってハイキング行こうよみたいなやつはダメだろだけどそんな入ってないってことだろ、ね、だけど逆に言うとだんだんそういう人が世の中的に許されないような空気になってるってのがじわじわ若い人たちに変なプレッシャー与えてこういう結果になってるかもしれないですよね。うん あの釣りバカに死なハちゃんも、うん、風天の虎も俺たちの憧れになっちゃうんだ憧れになっちゃうんだよ。まあ本当はダメなんだよ。ダメですよ。うんダメだけど、うん、必要なんだよ。<ー>社会にはその今のなんかこう仕事できないととかさ。うん なんかこう何かができないとってう社会できる人間ばっかしかっつったらさそんなことないじゃんねできない人間だって社会にさんがバカとバカじゃないのがいるから社会が構成されてんだろんこれ頭のいい人間で、ね、構成ばっかってされてたら官僚だけでさ、ね、官僚だけで世の中あれだよあのじゃあみ,んなみんなで高速道路も官僚で作るみたいな話になっちゃったらよくわかんないけど。<laughs> まあ、それ以外のこともね、うん、じゃ、バカじゃない人は、バカがいるおかげで、バカじゃなくいられるってこと。そうですね、まあ、相対評価ですしね。ねうん。うん、そう、そういう、なんか、こう、相対的な、なんか、こう。ほん、あ、なんか、いいところの、要素。うん、だってさ。まあ、逆な言い方すりゃさ、まあ、男でも、女でもね、二枚目だとかさ。うん、なんか、するじゃん。ね、で、やっぱりさ。あれだよね。最後の、例えば。あの。 50代60代になって2枚目が評価されるかっつったらさもう誰も2枚目なんか評価しないよそこじゃないですこの年になってまあそれは一部のダンディーはねのこ生き残るかもしれないけどもうあいつかわいいからもうあいつのそばにいようとか誰もいないよそんなやつもそういうのない年取ると本当に変わってきますよねうんはげてってギラギラしてまた振られちゃったよみたいなやつの方がこうね その何わりそのなんかアジの干物のうまいところは俺についてこいみたいなやつがね人気あったりしますよね,ね評価するんだけどねまあ逆に言えば「うん、また振られちゃったよ」って言ったやつの方が評価上がるんだよね俺たちの世界では<ー>このぐらいになってきた世界ではまあそういう人との方が一緒に飲みたいですよね、うん、まあね社会はね女はどうなんですかね どういう女がいいい女がのかなこう年取ってくると若い時って私若い時はものすごくこうグラマーになりたくてもうもっと胸のサイズが大きかったらなってもう何回もこう神様にお願いしたりしてまああんまり大きくならなかったですけどでもこの年になってくると別にそ,それはもういいかなでもじゃあ何なのかなっていうのがちょっとまだ分かんないでいるんですけどね。あの こうどうううなんだろうねこう男もなんかこうまあ女性を見るとまあ若い時なんか考えてるとちょっとな獲物感がある時にはそんなことも大事だった時もあるけどね僕獲物感がね女性獲物だと思わなくなったから俺も。<laughs> <laughs> まあ、ちょもう本当、若い時はなんはそんな感じだったけどね、だめだったから、まあ、若い俺、若い時もだめじゃったけ <laughs> 年取ってだめになったわけじゃないじゃない、情けないけどね、まあでも、女の人もなんかこう、まあ、最初来た時に、だめな女の吹きだまりって言ったけど、まあ、それはまあ同時に、世の中にこう愛されてる人たちのことだよね、この番組の中ではねただあるだあよね。うん 女の人たちはどこで何かねそのあの何多幸感を味わう,うかってことだよ、ねうん、こうなずっとんかこう,ずっとなんかこう、ね、継続的に多幸感を味わいたくて、うん、落ち着きたいんならまたそういう場所に行くしじゃそうじゃないんなら、ね、なんかこうその場所があるだろうしってそういうことなんじゃないのそうですね でもなんか話聞いてるとダメな旦那さんがなんかいい人みたいに聞こえてきますよね倉玉、うん、さんのしかも罰さんなんです罰さんなの、はい、もう駄目羨,羨ましいくらいのダメさかげ罰さんだって生きてていいのかいそんな男がそれでまた罰さんなくせに3万円しか持ってこないんだろ もう本当何してんのそれ絶対今日今パチンコ屋か飲み屋かどっちかにいるぞ絶対お前えっんなの酒上がってちょっと腹立つけどもまあでもね捨てる紙あれば拾う紙でパさん拾っちゃいましたから拾った上でこうごミ箱の蓋開けたらんか入ってたのそれはいやいやいやってたのそれは。いや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 っやいやいやまやたやい あの結婚するときに、うん、ああもうダメンズウォーカーっていうのは本が当たったたたりだ、はいはい、もうそんな風に言われましたね見,見た目は好みだったんですかぱっと見のそうですねあのー、それ以外にも本当面白いんでね、うん、あのーうん、私はいいなと思ってるんですけど、うん、誰にも羨ましがられないというね。うんうん <laughs>